60回して、虹が2、星さんが2枚来た、帝王。ピックアップが働かないという。70連目回してみようかな。いや、期待できないな。お、虹、いや、ここで星雲スカイ来ないかな。ここで来ないともうやる気なくなるな。ほい。違うじゃん。これ、この前までピックアップやってた。6月の花嫁シリーズ、ジューンブライドのやつちゃうやん。これじゃないじゃん。いや、あの時回してないんだわ。だったらマヤちゃんの方が良かったな。マジか。そういうピックアップなのか、これは。さすがですね、サイゲさん。いや、全然狙ってるとこじゃない。ああ、そうなんだ。80? いやー、おもんない。虹は出ても全然ピックアップ仕事せえへんやん。看板光ってるね。っていうだけね。光ってるだけの話ね。光ってる、それだけのこと。はい。いやー、ウマ娘恐るべし。うわ、ひどい。ひどいよー。このガチャひどいよー。会長とか出ないんだね。昇格しねえかな。いや、面白みがないな。帝王2枚抜きぐらいか。いやー、テンション下がるな。課金分じゃないからいいけど、これ課金しててこれだと思うとかなりきついよな。虹自体星3は出てるんだよな。星3は来るけど、ピックアップが全然仕事してないんだよな。いやー、ひどいわ。虹も信用できないもんな。いやー、これは。いや、まあ真面目に馬娘に取り組んでないからね。まあ、そうそう星さん来ないっていうのは仕方ないよ。でもこれ真面目にやってて、一生懸命ウマ娘育てて石貯めて好きなキャラを狙ってガチャ回してるっていう人でな、こうなるときついよね。心折れるよな。これとりあえずガチャ回すためだけにとりあえず3万石貯めたっていうのだから、まあいいけど、これ課金もきついしな。一生懸命石貯めたっていう人でこのガチャの引きはきついだろうな。
虹。いやー、そろそろピックアップ。ピックアップ引かせてよ。セイウンスカイの声聞きたいんだよね。CV、鬼頭さん。鬼頭さんボイス。いや、ちゃうやん。あ、マックイーン。ま、かわいいねんけど。かわいいねんけど。あ、こっちのバージョン。いや、確かに美しい。かわいい。素晴らしい。けれど、ピックアップ仕事しね。これひどいな。いやー。まあ、持ってない星さん多いからそりゃ来るんだろうけど。いやぁ。110終わったのか。いやー、つまんねー。これはやる気なくすわ。いやぁ、これは。いやぁ、金止まり。虹に変わってよ。お、いや、ひどい。ひどすぎる。クソピックだ。これはもう、うわー、おもんねー。これはもうやめよう。こんだけすかされるともうほんとやる気なくすわ。どうせ出ねえだろ。どうせ出ねえだろ。よし。もう天井して、もうさよならだな。いやー、これはやる気なくす。いやー、ただ単にガチャのために石貯めたっていうだけだけど、これはやる気なくすわ。虹はもう信用できない。全部虹すり抜けてるからね。ピックアップを。もうどうせ来ないんだよ。どうせ。え、マックイーンとタキヨンばっかし？あと、花嫁のエアグルーヴか。虹はどうせまたピックをすり抜けて、誰が来んのかな？うわぁ。はい、かわいいよ。かわいいよ。ありがとうございます。ただ、ピックじゃないんです。ひど。140終わったの。うわぁ、もう天井やん。しょうもな。なに、帝王とマックイーン、エアグルーヴ、ファルコ。星さん自体は出てるんだ。意外と。ただ全くピックアップが仕事してないというか、全くセイウンスカイに縁がないんだな。これはもう。いやー、ひどい。ひどいよ。140やってこれか。ちょっと時間置こうかな。